皆さんこんにちは、カチョク TV のティナです。今現在は私のロシアのシベリアの実家に来ておりまして、後ろにはお母さんが喋っています。これは旦那のヨスケです。今日はですね、ヨスケは私の家族のためにオムライスを作ってくれるでしょうね、はい、でそれで家族の反応を見てみたいと思います。もうすでに米が今炊いてますね。まだつけてる。まだつけたばかりです。炊飯器とかはないので、まあ、こんな感じで鍋で作っています。ちなみにここはあの家の入り口なんですけれども、ちょっとあのこれが1個置いてあって、もう1個はここにキッチンにあります。こんな感じですね。ではお待ちしましょうね。スーパーでは先ほど食材買いました。これはマッシュルームですね。これはちょっとコンソメっていうのがロシア語で多分あるんですけど、なんか何か用のコンソメしかないので、これを買っちゃいました。ちょっと違うかもしれないですけど、多分見てます。あとは 10% の生クリームと塩コショウ、塩コショウ、ベーコンで、こちらは玉ねぎですね。ゴミをおろしてます。なんか玉ねぎの形が違う。そうだね、変わってない。ニンニクみたいな感じしてない。ちっちゃいよね。大きいのもあるって。ああ。けどこういう形のもある。あ、私も見たこういうビロン。こういうのがあったからこれを買った。適当に。そうか、お母さんはね。お母さんは日本は大きいのしかないのって。うん。なんとなくね。どう。目が。うわー、ここまで来てる目が。だ、お母さんはこれ YouTube 用だなって。あ。おお。目がやばい。切れ味が。Плачь, плачь, все уже залука. Давай посмотрим. やばい。やばい。全部。鼻水。あ、いやこれ手で触っちゃうか。早く洗ってね。ちっちゃいけどやばいね。やば。じゃあベーコンですね。ベーコンカット。ご飯もやってるの？ご飯ですね。こちらはマッシュルームと玉ねぎ。ご飯。開けたらあかん。開けたらあかんね。バターですね。はい、どうも。よし、ロシアのミルクの角は硬いですね。これは生クリーム。痛かった。今何をしてますか？今はクリームソースを作る。これはご飯を作ってる。お母さんとお姉ちゃんの旦那は仕事の話してて、私はリンゴを食べてて、ヨスケは料理ですね。塩コショウ。なんかちょっと火が出るのどうなんでしょうかね。弱いよ。こっち？うん。これなんかちょっと時間かかる。何もないよね。後ろですごい話してるんですけど、僕は全くわからないので、このキッチンでも何の気遣いもなく使えます。小麦です。小麦だよ。小麦じゃない。小麦だ。小麦を入れます。なんかお母さんは個人事業主なので年金が低い、1万ルーブルなんで2万円ぐらいですね。そう、低い。日本やと5万円ぐらい。でもその個人事業主を閉じたら
変わらなくなって、今まで変わってきてる分で決まる。じゃないじゃないじゃない、制度が違う。変わる？そう、関係ない。もともとソ連の時はみんな何も払ってなかった。もう全部医療費とか年金は政府からもらうみたいな感じだったから、まあ、代わりにいろいろ働いてたけど、うん、あ、そうかも。そう、急に変わるとどうなるの？困るよな、いろいろ。そう、まあ90代は困ってたんですけど、で今はその個人事業主を閉めたら、閉じたら3万円になるから、1万5000ルーブルくらいになる。3万円で、それを一回閉じてもう一回個人事業、あ、すげえわかるよ。でその一回個人事業主を閉じて、もう一回作ったらいいみたい。これ日本語で喋ってみるという。何でしょうか。これはちょっと弱火にするって書いてある。いい感じじゃないですか、今のところは。ってこと、コンソメじゃないコンソメを入れちゃったね。ちょっとあのハーブがもっと入ってるコンソメ。これです。ではご飯ができた。ちょっと試してみますね。これはウラジオストックのご飯なので、日本のお米に近いです。おいしい。調子どうですか？ご飯がやっぱ難しいですね、炊飯器。炊飯器じゃないとね。できたんじゃないですか？卵の色が、卵の色が黄色いね。だからちょっと色が違うね、日本のオムライスと。どう？美味しそう。本当に美味しそう。わお。おお。クリーミー。ヨスケどうしたりと思うんだよ。ヨスケは家でも料理作ったりするのって。だ。はいはい、結構作るね。マラギーやつで。いいねって。いや、あとね、掃除とかもいろいろするなって言ってて。おかしい、しょうがないです。だ。マラジェス。マラジェス。いいねって、頑張ってるね。うん、だ。日本はみんなそうなの？それとも、こちらちょっと。だ。そうです。いいねって。あ、ブラシーマムにしてたけど、俺だ。全然やらないロシア人の男。僕らの家族は全然音が何もしないって家は家事。うわー、すごい美味しそう。いい匂いしてる。сильно жизнь отличается от японской。どれぐらい日本の生活とシベリアの生活は違うのって。住む場所に。наша夜、私たちの家族の生活は住む場所にすごい夜と思う。田舎だと結構自分で畑で育てて食べたりとかいる。結構そういう人はいっぱいいる。でもこれぐらいのアヌガルスクみたいな街の生活って結構違うって。でもここは普通じゃない？なんか言ったら、別のトリスカプレミシアとかで一緒なのって。一緒だと思う。そのなんか大きい会社とかもなくて、ちっちゃい個人事業主とかがいっぱいあって、普通の人みんな車移動で、あんまりなんだろうないみたいな感じで、遠いのも似てる。みんな車。うん、私たちは日本車に乗ってますって。日本車を裏切らない家族。В основном. Бывают русские, но мало. たまにロシア製も乗るんだけど少ない。食べようぜ。Давай пробуем.Let's try. じゃあ食べてみます。美味しくなかった。いや、美味しそう。コシュタタコプロス。どうやって食べるって、このスプーンで食べるんだ、私。オムライスは日本で食べてない。食べてない。まあ、私にプロボーイトブルドクド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 ブルドク
食べてないって。ちょっと味が濃いかもしれない。Я в Японии запомнила только тыквенный суп. В Японии тыквенный панкин суп вот об этом. Соре сугой киоку не готовил. Ммм, вкусно. Вкусно? Оиси-те, оиси. Тинака, табете. Очень вкусно. Тотем оиси. Ммм, сугой оиси. Хунто? Ммм. Юката. Молодец. Молодец. Иите. Гамото, нэте. こういう感じ。Надо, чтобы взять почаще приезжал и готовил. もっとよくこっちに来ていろいろ作ってね。Цвет такой с розовый, это что, Марк? なんでこんなにピンクなのって、人参か。Это что? なんですかって、なんでこれ。Цвет, цвет. Кетчуп. Кетчуп. Томатный соус. А, кетчуп. Вкусно. Вкусно. Это мой сите. 甘い結構。ね。美味しい。Пробуй.Это нет. これはサワークリームですか？Вкусно. Это соус, короче, сливочный. А, прикольно. Ма, умышлой это. А типа как яичница? Да, это рис и сверху яичница. Рис, потом яичница и сверху соус. А почему розовый рис? なんでこれがピンクなの？って思ったんですけど。Blood. My blood. No.血じゃないよって。все очень хорошо сочетается друг с другом. Мне нравится. Комбинация がいいって好き。このご飯とトマトとソースのコンビネーションがいい。セット。あ、я могу до конца это есть? もちろん。конечно. Вот, 僕最後まで食べちゃっていいこれって。Which one do you prefer? Like tomorrow? I know. Yesterday I made it. Or this one? This one's better.昨日やったものと много большое блюдо。でもお母さんが言ったのは量が多い。量がちょっと多すぎ。ごめん。Is that tomato or some kind of Japanese thing? トマトか日本のなんかもの。ベーコン。あ、ベーコン。Yeah. I thought here some maybe wasabi.No, all Russian food. わさびが入ってないかどうかって。You can open a Japanese restaurant here. ここでヨスが日本の料理屋さん作れるって。Just the only one dish like this. これだけ提供すれば。What I made yesterday. No. 日本作った料理はちょっとダメでしたけど、これはこっちで日本料理屋さん作って商売すればいいって。Спасибо за ужин. Очень вкусно. Наелась очень плотно. На ужин-то. Как раз. Ой, что с Ну, это было очень питательно. Прям можно было даже половину только готовить уже было бы достаточно. Кеку ханбун демо, табе, ано, нака, у нака и пай нинаю. Пожалуйста, приезжай еще и готовь этот соус. Мата ките не, ты Йоски га, мата кону соусу цукутте курэ ると嬉しい。И о касан, ваташи мо шоутай суру, мо иккай кону соусу цукутте не. Ханбун without this sauce. The sauce was the best part. It's really a good combination with this mushroom and this sauce. Yeah. Mushroom, kinoko to sauce が本当に美味しかった。Is that a national dish in Japan or just yours? これは日本の伝統料理ですか？違います。I think it comes from Europe. Ah, really? Somewhere. Yeah. But it became Japanese. Yeah, but sushi is also good. Yeah.お寿司も美味しいですって。じゃあこれで。そうですね。じゃあこれで皆さん今回は、ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画をシベリアの生活についていろいろ載せていきますのでぜひ見てください。ではご視聴いただきありがとうございました。パカパカ。バイバイ。パカパカ。パカパカ。